皆さんこんばんは、やー高野光平です。さあ本日も山手線企画やっていきたいなと思います。今日で15回目のこちらの企画なんですけれども、前回はここ新大久保だったので、今日はここ新大久保からスタートとなっております。こちらの企画なんですけれども、このルーレットアプリで出た駅に行ってランチをして散策するといった企画になっております。一体どこの駅が出るのかやっていきたいなと思います。今日もカメラマンはですね、後輩の佐久翔太郎くんにお願いしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。翔太郎の情報はですね、概要欄に貼ってあるので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。よろしくお願いします。それでは今日もルーレット回していきましょう。本日の目的地を決めていきたいと思います。一体どこが出るのか。池袋。池袋でかいとこ来たねついにビッグステーションが出てきましたね。なんかボス感がすごいです。いや確かに。じゃあ今日は池袋に行ってみたいと思います。池袋いやーのー池袋に着きました。池袋ってやっぱりサンシャインとか、まあ本当にいろんなところが多分あると思うんですけど、はい、まあちょっと電車の中で調べたら空中庭園っていうのがあるっぽくて、そごうの上に、はい、僕ちょっとそこ行ったことないんで、そこでそのフードコートみたいなのとかもあるっぽくって、そこ気になったんでこれからちょっと行ってみたいと思います。はい、行ってみましょう。行きます。弟がジンバルを買ってくれました。プレゼントしてくれましょう。いつも普段めちゃめちゃでかいの使ってるから小さいのの違和感ということで、総合の今8階にいるんですけど、はい、9階がこの食と緑の空中庭園、はい、行ってみたいなと思います、はい、もうこのさ階段がめちゃめちゃかっこよかった。光さしてで、ちょっと早いですね。早くないですか。すごい。あ、こんな感じなんですね。やばくない？うわ。え？結構テンション上がるんだけど。これで、はい、なんかフードコートというか、いろんなメニューみたいなもん。すごい。でもちろん庭園だから、はい、なんかその植物コーナーみたいなのもあるし。え？ちょっとウキウキ。楽しんでいきましょう。はい。まずランチ。お腹空いたんでね。はい、お腹空きました。ホットドッグ。いろいろありますね。どうしたか。なんか、はい、ワクワクするね。なんかデパートの屋上ってワクワクしますよね。コーヒーとかもある。いろんな国の食べ物がありますね。迷う。めっちゃいっぱいあるな。なんか気になるのあった？お腹空きすぎて、もう全部美味しそうに見えてきて。いくつか買ってもいいし。うどんだ。おお。うどん。あ。いい匂いする。うどんね。しかも安い。マジですか。本当だ。目玉いそうだな。うどんめっちゃいいな。でもめっちゃいい匂いしますよね。うどんを普通に頼んで、はい、ホットドッグとかも一緒に頼む。万博。安心感みたいなのあるよね。いやー、ありますよね。おやじめちゃん。もうずっと言ってますよね。あったと光ってる。めっちゃうまそうなんだが、やばー。右がカルカヤうどんで、左が月見。月見です。月見です。美味しそう。めちゃくちゃ美味しそう。これがカルカヤうどん。そして、月見うどん。青空と。俺たちとうどん。じゃあ食べましょう。いただきます。いただきます。よっしゃ、ね、うまそう。すごいですね。あよいしょ。いや、うまもうお腹空いてしょうがなかったんで。じゃあいただきます。いただきます。うまね、結構固めというか、腰がしっかりしてるというか、さぬきうどんっぽいですね。うんうん、美味しい。腰がすごいね。結構固めのうどんというか、確かに喉越しすごいですもんね。お
まい、うますぎる。あ、いいですね。なんか青空のもの食べるのって外で食べるのもいいね。まだ冬だけど若干ね、寒いですけど、夏とか暖かくなってきてもね、こういう外で食べる系はいいね。すごいですよね。今日晴れててよかった。いや本当に午前中曇ってたからね。いや本当そうですよね。そう、やめようかっつって天候はやっぱ大事だからね。ずっとお腹すいたって言ってたんで、むちゃくちゃしみますね。しみる2人ともすごいお腹すいてたからね、食べるのに夢中になってます。なんか池袋のイメージというか、イメージありますか？柄悪い人がいっぱいいる。IWG 我々の世代はカラーギャングの世代だから。懐かしい。逆に池袋どんなイメージとかある？はい、ああ、舞台関係の知り合いがいるので、劇場が多いイメージありますね。大きいのから小さいのからいっぱいあるからね、池袋は。本当に。俺にとっても池袋はそう芝居の街とかじゃなくて、はい、カードゲームの街だから。カードショップがめちゃめちゃいっぱい。なるほどなるほど。秋葉原に次いで池袋にはいっぱいあるんですよ。確かに確かに。カードショップとかオタクの街みたいなイメージがある。だから結構そういう意味ではカードショップいろいろ回ったりもしてる。ああ、なるほど。自分うどんってなったら地元が九州なんで、コシがないうどん、つるつるのやつ、はい、柔らかめのうどんを食べてきたんですけど、全然なんかコシあっても美味しいし、もう美味しいなって今回の結構コシ強いけど大丈夫？結構コシ強いですよね、ほんと。うん、食べ慣れてないのはあるんですけど、でも全然美味しいですよ。うん、いつもラーメン頼むとき麺固め頼むから、なんかどうせ伸びるから固めの方がいいねって思って食べてる途中で伸びるから。豚骨ラーメンだったら速攻替え玉できる自信あります。え？そんな特技があるの？ずっずっすいません替え玉。え？やば。そんな彼と僕の今のこのうどん残業さん。いや、ちょっと。いや、そんな豚骨ラーメンはツルツルっていけるけど。そうですね。食べ慣れてるってありますよね。まあ、確かに。皆さん分かるかな？すごい太いんですよ。いや、すごい太いよね。で腰が強いから。太いし、なんかなんならねじれてんのよ。すごい。確かに確かに。ああ皆さん、すごいですよ。もう完食だ。完食だ。言わなきゃ分かんない。そうです、もう完食だ。僕はもう完食してます。すいません。大丈夫ですよ。急ぎます。僕今ホットドッグ買ってこようかなと思ってくる。ホットドッグ買ってきますんで。サルサとか、うわ、美味しそう。これスマイルって書いてあるところがいっちゃうから。どうですか？おいしい。なんかこの、はい、パンの部分が意外となんか柔らかい。もっと硬いかなと思ったけど。なんか確かにフランスパンっぽいっすね。そう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 。身が出てきてめっちゃあったかくなってきた。いや、わかります。なんかポカポカしてて。ね。本当ピクニック来てる感じ。ああ。お腹いっぱいになってもう本当満腹です。ほぼ同じ意味ですけどね。本当だ。お腹いっぱいになって満腹ですわ。頭ポーっとしてます。では、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。